吉田さん、メッセージが入りましてね、この億万長者合宿を何回か見たことがある方に、まあ、吉田さんにしても、まあ、久保さんにしても、昔、なんかね、そのいわゆる修羅場みたいなのをくぐり抜けた、だからその根性を持って今はネットビジネスが継続できてるけど、そういうのがない人は本当にどうすればいいんですかみたいな趣旨の質問だったんですよ。例えば吉谷さんもあのスポーツ推薦ってものをね、やっぱり若い時に取ってるわけなんですけども、それはほとんどの人は取らなかった道だと思うんですよ。それでまあね、学業がどうこうでも大学まで行けたわけですよね。でやっぱり練習的にも脱落者の多いそんな練習だったんじゃないかなと思うんですよ、卓球の方は。まあ、私もですね、まあ、スポーツの分野でいくと、まあ、野球はともかくね、野球も9年ぐらいはやったんですけども、まあ、空手の方では結構ね、もともとあった体格自慢とかその喧嘩早さとかをプラスして空手を手に入れた時に、まあ、そこそこのトレーニングにはね耐えうる体だったわけなんですよ。例えば腕立て数を250回かける4回とかね、腹筋を250かける4回とかっていうのは、これ中学の時にやってたトレーニングで、まあ、1000回は突破するわけなんですよね。まあ、だからそれが今でもあの時ほど苦しいことはないなみたいな、ちょっと心の支えになってるところもあるし、それからちょっと軍隊式な訓練をね1週間ほど受けたこともあって、缶詰で外部との接触なしとかでね、で、病院送りが続々と起きる中で、まあ、私も病院行くね特殊でなったんですけども、まあ、一応そこを卒業ということで、まあ、割と根性はあるなというふうに振り返るんですよね。もちろん挫折したことも結構あるんですけどね、まあ、そういうところを、まあ、指さして、そういう人じゃないとやっぱネットビジネスうまくいかないんだっていうふうな論調だったんですよ。で私が思ったのは、確かにそういうのはあるけども、じゃああなたはいつねそういったいわゆる下積みみたいなことをするんだってことなんですよ。今まで下積みを通り抜けたことがなかった、でも稼ぎたいんだったら、今になってやっと下積みをするチャンスが来たんじゃないかなと思うんですよ。これコンビニ挟んだことなんですけども、いわゆるね反社会勢力と今言われているヤクザの組織、暴力団、こういった方々も実はね喧嘩自慢で腕自慢っていう方だけがその組織に入れるわけじゃなくて、最初ね部屋積みっていう3年ぐらいの修行期間があるんですよね。そこでは根性からなんか叩き直されて、もうそこでもね務まらない人が続出するぐらいなんですよ。まあ、ですんで、まあ、ヤクザと言われる人たちですら一本立ちするのは並大抵じゃないと、大抵途中で根を上げて逃げ出すみたいなことも聞いたことがあるんですよね。まあ、ですからどの道も結局平凡なところからのスタートで全然いいんですけども、ただ何かねことを起こそうと思ったら異常なことを通り抜けないといけないってことなんだろうなと思うんですよ。それは YouTube にしてもね、人並みに始めて人並みに挫折したら人並みに失敗ですよ。でもその人並みを通り抜けて、やっぱりここまではやんないだろうみたいなことをやっぱ追求していく必要があるんじゃないかなと思いますね。数の量でも質の量でも。だからこんな高いレベルの動画作れないよっていうのは、すでに普通の人ではない動画のクオリティだし、それに応じた結果だと思いますね。で動画の質が悪くても数ですよね、やっぱりね、私たちが戦略として持ってるのは。まあ動画は上げてるんだけども、そんなに得した動画再生数が何十万何百万ってのはないけども、でも本数すげえなみたいなね、それで生き切っちゃってると、まあそういうところなんじゃないかなと思うんですよ。で自己アフィリエイトも結局、私は自己アフィリエイトでの収益よりも自己アフィリエイトを教えてその講師代の収益の方が圧倒的に多いわけですね。まあ、それがかなり参考になるんじゃないかなと思いまして、今回の動画にさせてもらいました。ちなみに月収300万ね、私もねすごいなと思いますけども、何回も経験してると、まあどうってことないかなと思いますよね。それはあるだろうみたいなね。ただ私がサラリーマンの時、月収300万とかっていうのは一部の限られた大会社の役員とか御曹司みたいな人だけに与えられた特権だというふうにやっぱ勘違いしましたね。今は言ってみればサラリーマン以下でも、これ月収を300万取ろうと思ったらそれだけだったらできるということですよね。ただ月収300万取ろうと思ったら組織は得られないし、先輩後輩の関係も得られないし、それから仕事が終わった後に忘年会飲み会、こういうのも諦めないといけないですよね。どうですかね。そういうのが好きな方はやっぱり組織に入った方がいいと思いますけども、一人がいいやって方は、まあ、大歓迎なんじゃないかなと思います。